ポイント6、ビブラート。演奏ではよくビブラートを使います。ビブラートは顎を上下に動かすことと前後に動かすことと、やり方は2種類あると思います。今回は上下に動かすことで演奏したいと思います。それではビブラートの練習に入ります。ゆっくり音を聞きながら顎を少し締めて変化を聞いてみてください。少し締まった音と通常の音質の2つが聞き分けられたら、音を伸ばしながら交互に表現してみます。次に段差を滑らかにします。ポイントは音をロングトーンで伸ばしていることを意識してください。揺らすというより吹き続けるということを意識してみましょう。音程を下げないようにして吹きながら、少し詰まった音という普通の音が分かったと思いますので、それを交互に聞きながら演奏してください。ちなみに音程が下がると悪いというわけではないんですけれども、演歌とかでよく使う幅の広いビブラートになります。曲によって使い分けてみるのも良いと思います。ビブラートをかける場所ですが、クラシックなどでは全般的にかけることが多いんですけれども、こういうポップスの曲でしたらフレーズの最後の方にかけるような感じで今回は演奏してみたいと思います。ポイント7、フレーズ最後の音の処理。フレーズの終わりの音は基本的には滑らかに処理します。音を弱くしてブチッと切れないように演奏してみましょう。